動物の森シリーズ街へ行こうよ。動物の森。街へ行こうよ。動物の森は、任天堂を開発、発売の Wii 専用ゲームソフト。動物の森シリーズの第5作目。本作は、2006年12月に公開された、劇場版動物の森のエンドロールで表示された、次は Wii で会いましょうというメッセージによって、Wii で開発されていることが明らかになった。 その後長らく情報がなかったが、発表から1年半が経過した2008年の E3、ニンテンドメディアブリーフィングにて、本作のプロデューサーである、江口克也の説明とともに、新たな情報が公開された。その後、2008年9月4日の小売店向けの、商談会にて正式名称が発表された。シリーズ共通の概要、要素については、動物の森シリーズを参照のこと。 本作では基本的に Wii リモコンとヌンチャクを使用して操作をする。Wii リモコンのみの操作も可能。なお、ゲームキューブ用コントローラー、クラシックコントローラーは使用できない。プレイヤーの移動はヌンチャクのコントロールスティックや Wii リモコンのポインター機能で行う。その他の大型の操作は A、B ボタンで行い、釣り竿や虫取り網などの道具は Wii リモコンを振って操作することも可能。また、今作では大抵の装備用アイテムは持ち物画面を開かなくても Wii リモコンの十字キーの左右ですぐに変更することができるようになった。ただし、メニュー画面の部品の選択や前デザインの操作は強制的に Wii リモコンのポインター機能を利用しなければならない。USB キーボードにも対応しており、チャットをする場合は、 メニュー画面を開くことなく入力、送信が可能。友達コードの入力や、後日の ATM の金額指定など、数字のみを入力する場面においても、使用可能。これまでのシリーズ同様、プレイヤーが生活するメインの場所が、村である。村のデータは1台の Wii につき1つのみ作成が可能で、SD メモリーカードへのデータの移動及びコピーは、できない。 プレイヤーデータは一つの村につき4人まで作成、可能。プレイヤーが住む家は、動物の森以前と同じく、1プレイヤーごとに違う家を持つことができる。ただし、家の位置は、同じ番地に4軒の家が隣立していた E 以前とは違い、村のバラバラの位置に、それぞれの家が建っている形式に変更された。おいでよ動物の森と同様に番地制は採用せず、 地形は同じくドラム型である。なお、おいでよ動物の森で削除された崖が復活した。また、十字キーの上を押すことで空を見ることができるようになった。また、DS 版と同じく村にプレゼントのついた風船が登場することがあり、道具のパチンコを使って撃ち落とすことができる。プレゼントの中にはアイテムが入っており、この風船でしか入手できないアイテムも、 多数ある。以前、お天気チャンネルと連動し、現実の天気と村の天気が同期するとの噂が流れていたが、そのような連動要素は製品には存在しない。これは地域ごとに、村の天気に偏りがあるため、それを避けるためと思われる。本作では新たに、町が登場する。町へは村にあるバス停から、カッペイが運転するバスに乗っていくことができる。町には、 以下のような施設が設置されている。この他にも、町には、シャンクの靴磨きや、パロンチーノなど、様々な施設やサービスが用意されている。これまでの作品では、常吉のようなキャラクターは週に1回のみ、首相やハッケミーといったキャラクターはランダムで村を訪れていたが、本作では常に、町で店を構えているため、営業時間内であれば、いつでも会えるようになった。 前作までのアイテムに加えて新しいアイテムが多数追加された。また、インターネットや DS ステーションにて随時新アイテムが配信される予定である。なお、動物の森以前にあったアイテム、ファミコンはバーチャルコンソールとの関係から本作では登場しない。ハロウィーンやクリスマスなど前作、おいでよ動物の森で削除されたイベントが一部復活し、 イースターなどの新しいイベントも登場した。また、ウオマサや、ユーダロウなど、前作、おいでよ動物の森で削除されたキャラクターの一部が再登場した。本作は任天堂、ニンテンドー Wi-Fi コネクションとウィーケネクト2 4に対応している。対応内容は以下の通り。ニンテンドー社長である、岩田聡氏はインタビューにて、動物の森は、ニンテンドー DS で発売した。 おいでよが高評価で、B の街へ行こうよも期待されていたが、実はあまりうまくいかなかった。我々からするとすごく反省点が多いソフトだったと述べている。売り上げに関しても、前作のおいでよが全世界で1079万本、国内で約523万本の売り上げとなっているのに対し、街へ行こうよは全世界で338万本、 国内では126万本に止まっている。アメリカ ABC ニュースは、ミズりリ州のインターネット犯罪対策担当の話として、このゲームを所持している、成人男性は子供に対する性的犯罪を意図しているとの報道を行うが、後に番組のディレクターが誤った報道であったことを認めた。AB、2012年テレビゲームソフト売上トップ。 五百二千十五年四月二日閲覧。a b 2 0 0 9年3月期決算説明会、参考用資料、任天堂、岩田社長が語る、本当のソーシャルゲーム。2015年1月2日閲覧。任天堂株式会社決算説明会資料2009年3月期、決算説明会参考資料。任天堂株式会社。2015年1月2日閲覧。 2011年テレビゲームソフト売上トップ5002015年1月2日、閲覧。ありがとうございます。